渡辺翔太さんは、1912年11月5日に東京都江戸川区で生まれました。幼い頃から歌やダンスが好きで、小学校の時には学芸会で主役を務めたこともあります。2006年にジャニーズ事務所に入所し、スノーマンのメンバーとなりました。渡辺さんは、美容にとてもこだわりがあり、クリニックを一日後の気はしごするほどです。 2020年には日本のビューティーに旋風を起こした芸能人として初の男性受賞者となるフェイス・オブ・ザイヤーを受賞しました。また、スノーマンの中でも最も料理が得意でメンバーに良くて料理を振る舞っています。渡辺さんは愛称がショッピーや鍋ショですが実はカラスというあだ名も持っています。これは アルヒスタジオでカラスの鳴き声を真似したところ、メンバーやスタッフから大受けしたことがきっかけです。以来、カラスのぬいぐるみやグッズをプレゼントされたり、カラスのポーズを撮らされたりすることもしばしばです。渡辺さんは、スノーマンの中でも斎藤トしながでありながら、最も明るくて元気なメンバーです。歌やダンスだけでなく、演技やバラエティにも挑戦しています。 ファンからもメンバーからも愛される渡辺翔太さんの今後の活躍に期待しましょう。渡辺翔太さんは小学校から中学校まで東京都江戸川区の小岩にある公立の学校に通っていました。幼い頃から歌やダンスが好きで、小学校の時には学芸会で主役を務めたこともあります。中学校ではサッカー部に所属していました。高校は クラーク記念国際高等学校に進学しました。この高校は、英語や国際交流に力を入れている高校で、渡辺さんは英語が得意でした。また、この高校の同級生には、元 HKT48 の指原里乃さんがいました。笹原さんは、渡辺さんのことを、ショッピーと呼んで仲良くしていたそうです。大学は、 明海大学経済学部経済学科に進学しました。渡辺さんは、経済について深く学びたかったという理由でこの学科を選びました。大学では、手話検定を取得したり、ボランティア活動に参加したりするなど、社会貢献にも興味を持っていました。渡辺翔太さんは、ジャニーズ事務所に入所してからも、勉強を続けて卒業しました。その姿勢は、 ファンやメンバーからも尊敬されています。渡辺翔太さんのこれまでの学歴と学生時代のエピソードでした。渡辺翔太さんは、スノーマンのメンバーとして活躍する人気アイドルですが、恋愛や結婚に対してはあまり興味がないようです。彼は、結婚したら、寝室は別室がいいという結婚感を持っており、理由は、読書とか夜寝る前にやりたいことがお互いにあると思うから、 だそうです。また、毎日会ったり連絡したりするのは嫌だとも言っています。しかし、そんな渡辺翔太さんにも、過去には彼女がいたことが噂されています。その中でも有名なのは、一般人の美穂さんという女性です。美穂さんと渡辺翔太さんは、スノーマンがデビューする前の2015年頃から2018年2月まで付き合っていたと言われています。 二人の関係は、美穂さんの SNS に渡辺翔太さんと思われる男性の写真やラインのやりとりが流出したことで発覚しました。美穂さんは渡辺翔太さんのことをショッピーと呼んでいたようです。しかし、二人の交際は長く続きませんでした。2018年2月には、美穂さんが別の男性と浮気していることが発覚しました。 その男性は、スノーマンの後輩グループであるヒヒジのメンバーだったそうです。このことが原因で、渡辺翔太さんと美穂さんは別れたと言われています。その後、渡辺翔太さんは他の女性とも噂になりましたが、本格的な交際に発展した様子はありませんでした。彼は自分の仕事や趣味に没頭しており、恋愛よりも自分磨きを優先しているようです。 そんな渡辺翔太さんですが、2023年になって、突然結婚を発表しました。その相手は、なんと元フジテレビのくじあき子アナウンサーでした。くじあき子アナウンサーは、2022年5月に NBA ラプターズの渡辺雄大選手と結婚したことを報告していましたが、その後離婚していたことが判明しました。渡辺翔太さんとくじあき子アナウンサーは、 共通の友人を通じて知り合ったそうです。最初は仲良し、渡辺翔太さんは、2022年11月に放送されたドラマ、世にも奇妙な物語22秋の特別編フジテレビ系で共演した女優の小林優衣さんとのにおわせ疑惑で炎上しました。小林優衣さんは、ドラマの撮影後に自身のインスタグラムに、 渡辺翔太さんと同じ指輪をつけた写真を投稿しました。この写真には、ちょっと待った、というコメントが添えられており、これはドラマのタイトルと同じでした。このことから、ファンやネットユーザーは二人が交際しているのではないかと推測しました。しかし、小林ゆいさんはその後、指輪、ドラマの小道具だったと釈明しました。電話音声の流出。 渡辺翔太さんは、2021年9月に電話、音声が流出するというスキャンダルに巻き込まれました。その音声は、スノーマンの後輩グループであるヒヒジのメンバーだった松井聡さんとのものでした。松井聡さんは、自身が運営する YouTube チャンネルで生配信を行っていた際に、渡辺翔太さんから電話がかかってきたことがありました。その時、 松井壮さんは電話をスピーカーにしてしまい、渡辺翔太さんの声が配信中に聞こえてしまったのです。このことから、ファンやネットユーザーは、二人が仲が良すぎるのではないかと騒ぎました。しかし、渡辺翔太さんも松井壮さんも、事務所を通じて先輩後輩の中、と説明しました。指原莉乃との関係、3月12日に放送された、 それすのおまんにやらせてください。では、今田美代さんがゲスト出演し、一緒に出演する映画、私の幸せな結婚、で共演している目黒さんとともに、女友達が喜ぶ、ちょうどいい誕生日プレゼントのセンスグランプリ、を行いました。メンバーたちは、女友達が喜ぶちょうど良い,い誕生日プレゼント、1万円くらいの相場で考え、 プレゼントを渡り、スシチュエーションと素敵なセリフを自分たちで演出しました。今田さんは、プレゼントを受け取る女友達の役を演じると同時に、審査員として、プレゼントのセンスと、シチュエーション中のセリフのセンスの二つを審査しました。スノーマンたちは、実際に誕生日を迎えたばかりの今田さんに刺さるプレゼントを全力で競い合いました。今田さんのエピソードを調べて、 彼の出身地の名物品を使った珍しい料理や疲れを癒すアイテム、リラックスで生きるアイテムなど、様々なプレゼントを紹介しました。また、個性的なプレゼントも登場し、インナーが鍛えられるという特徴もありました。果たして、今田さんが喜ぶちょうどいい誕生日プレゼントに選ばれたスノーマンメンバーは誰なのか、テレビライフがお届けします。 2023年3月12日に放送された、それスノーマンにやらせてください。では、スノーマンが誕生日プレゼントのセンスナンバー1をかけてガチ対決を行いました。彼らは、女友達が喜ぶちょうど良いタンプレを選ぶために、